はい、どうも。モニラの箱庭、モニラと申します。今回からこのワールドで、ゆるゆるっとマイクラ生活を始めていこうかと思います。このワールドでは、経済モッドや、ズモッド、さらに乗り物モッドも入ってます。あとね、家具もいろいろあるみたいなので、それもめちゃめちゃ楽しみの一つです。ということで、早速本編を始めていきたいと思います。やっぱ何をするにも拠点って大事じゃないですか。ちょっとね、周辺散策してて、いい感じの小高い丘がある松林を見つけたんで、ここをモニラの拠点としたいと思います。え、画像動いてないやんって。ほんますいません。ほんますいません。ちょっとテンション上がりすぎてもうて。録画する前に設置始めてまいりました。すいません。ほんますいませんでした。ちょっと見てください。はい。ちょっと動きで。家も大事やけど、畑やっぱ大事やと思うんですよ。運よく拾った、右から小麦、じゃがいも、人参、かぼちゃです。もうこんだけあったら完璧じゃないですか。見て、広くなりました。このね、私ね、もうね、整地中なんですよ。整地がまた楽しくってね。結構広がったんじゃないですか。いいんじゃないの？すげえね、見渡す限り松林だよ。松じゃないんだっけ？頭皮だっけ？これね。で、この辺も湧き潰しは済ましときました。結構、すっきりしたんじゃないですか？まだね、ちょっとね、全部、整地はしきってないくて、上に伸びる、石の道みたいなのも、後々引いてみたいと思います。まあ、次はやっぱ、家ですよね。やっぱね、家欲しい。家具いっぱいあるから。家欲しいです。ということで、家作ります。外枠できた。上から見たらこんな感じじゃないな。うん、いい感じ。あとは外壁囲って装飾してかな。はい、今回はこんな感じ。また次回見てね。バイバイ。